それでは、皆さん、なかなかね、みんながすっぴんになることないと思うんですけど、これからみんなで一斉にメイクをスタートしましょうということで、男たちだけじゃ心もとないんで、スペシャルゲストとしてとある女の子に来てもらったんで、どうぞ。どこ入れば、ジャスミンさんです。はい、よろしくお願いします。今日はメラインメイクを特別に、俺にね、はい、していこうと思います。 TikToker さん、 TikToker です。メイクのやつやってるんですよ。あ、そうです。すっぴんから変身してお化粧みたいな、どういうことでしたか。普段俺メイク薄いから鬼の地雷変身してもらったんですよ。大嫌い、渡るの大嫌いの地雷メイク。しかも今日それで営業するんですよ。嬉しい。でもほんまに嫌いでしょ。ほんまに嫌いやね。地雷メイクめちゃくちゃ嫌いでしょ。なんかすごいな。いや違う、俺がするのか、俺がするのか、俺がするのか。でもやったことないんでしょ。ないな。いや、わかんないじゃん。挑戦、確かに人生は挑戦。目に線とか引いたことないから。じゃあメイク始める。始めましょう。みんなドスピーですね。マジでカラコンだけ入ってる。僕もカラコンしてるっすよ。カラコン入って、カラコン取ったら犯罪者みたいになるから。カラコンは罪やな。ほんまに目つき悪いから僕は。もう皆さん大体メイク道具いくらぐらい使ってますか。総額月っていうか、いや月ほぼ僕はなんか家に倉庫があるから、おそこにメイク道具えげつないほど買いだめてるから、月とかじゃない。このメイクショップでおばちゃんを渡るにくっつけたら渡るが1枚以上使う。マジでピクミンみたいに何この肌汚い何してんの。僕いつもさ、メイクってさ、風呂上がりにするわけよ。はい、ね、アッシュ大丈夫。塗りすぎた。やばい塗りすぎた。どうした、ね、お前さ、やばい。やばい、お前そんな間違えた。本当にふざけてる。え、でさ、もうなんか全工程でして、乾かして、綺麗じゃない。てかさ、お化粧詳しいんですよね。今って風呂上がりじゃないわけじゃん。はい。で、化粧水と乳液塗ってすぐじゃないじゃん。ノリって違うの。え、なんか全然ちゃうっすね。あ、そう、メイク詳しいから一回だもんまあだから風呂後の方がいいってことでしょ。そうです。やっぱ地雷一見してきます。したことないから、まだ一回も。いや、面白いっすね。え、僕もヘルプで女の子に聞きまくって覚えた。失礼します。いや、そうっすね、したことなくて一回も。最初だからマジやばかったもん。やばかったね。出勤するたんびにひじりさんが僕の顔見て笑ってて、ノーズシャドウがもうどんどん濃くなってます。僕はホスト始める前に高校の友達に連絡して、メイクのやり方教えてほしいって言って、ホスト始めるから教えてほしいって言って教えてもらいました、最初。まあでもうちには来ないですね、うちのお店には。なんかうちの店ってもともと VK 店って言われてたらしくて、だからそういうね、メンチカとか VK が好きな子がなんか来る名残みたいので、あんまそのメイク嫌いみたいなのは来ないですね。まあうち濃いやつから薄いやつもいるんで、まあ選べる余地はあるから。大体皆さんメイク時間何分ぐらいかかりますか。僕5分10分早っ。20分から25分くらい。お前かかんねえだろ。いや、結構してるっすよ。そんなパックみたいなのしてるから。いや、してる。普段してる。普段してる。どうしてたの。で、お前笑わせんな、マジで。真面目にやってます。あの、メイクの質問いいっすか。肌綺麗にするために僕ファンデしてないんですけど、それって
あるもんなんですか。合わないファンデとか安いファンデとか使っちゃうと結構荒れるのはあると思うんですけど、あ、でもなんかファンデしたまんまマスクしてちょっと汗かいたりするとすっごい荒れやすいなって思います。これがね、超気に入ってるエイプリルスキンなんですけど、ホスト営業終わりくらいになるとファンで浮いてくるんですよ、めちゃめちゃで、それが嫌で試して一番良かったのがこれで、あるんですけど、これエチュードハウスの BK801 ってやつなんですけど、これも廃盤してるんですよ。僕、黒と紫の間みたいな色が好きで、そのリップ探すのめっちゃ難しくて、だから買えなくて、メルカリで人が使ったのを中古で買って毎回別に汚いって言われても言う、別にそんな全然いいですよ、汚いね。それよりいいやつから、ね、使いたいもんね。そうだよな。全部 SD ローダー以外はドンキで揃うものにしてますね。これ多分皆さん使ってるやつ多いんじゃないかな。あの気分がいい時だけ、あの伊勢丹行ってサンローランのファンデーション買います、ね、でもなんかあの買いに行くの忘れちゃうんで、基本はドンキで揃うものにしてます。はい、もう僕は終わりました。僕はもう多分お店の中のダントツで早いんじゃないですか。で、渡るも本来超早い。ああ、そうだね。今、人生で一番時間かかってるかも。すいません、頑張ります。僕はあんまり変わんないですね。なんか仕事終わってメイク落として顔が違うとうわーってなっちゃうんで、あんまだから顔が変わらないようなメイクしてます。昔はアイラインとかもあの引いてたんですけど、あのどうしても女の子っぽくなっちゃうんで、まあ今中性的な顔流行ってますけど、このナンバーナインだと中性的な顔が多いので、どちらかっていうと化粧薄めのなんていうんですかね、ナチュラル系でやっていこうかなと思って今はそうしてます。昔は VK メイクとかもしてました。いつも通ってるところがあって、まあそこまでこだわりとかはないんですけど、あのめちゃめちゃあの僕はヘアメイクさんがめっちゃ喋ってくれるところに行ってますね。キャバクラと勘違いしてるんだよ。まあでもちょっとあながち間違ってなくて、あのいきなりお店に来て、じゃあ、ま、ひじりさん何分初回でって言われたら、誰とも喋ってないのに初回に着かなきゃいけないんですよ。それが何も喋れなくて、いきなりだと。だからヘアメイでヘアメイクさんと喋ってからとかの方があの喋りやすいかなと思って、結構喋ってくれる人にお任せしてます。え、でも思ってたより可愛いです。思ってたよりとか言ったら失礼か。あのアイラインの垂れ方と、あとは使ってる色味が全部ピンク系っていう、ピンク系か赤系が多いっていうのと、あとはあの地雷ラインって下の目の下の自分で笑ってまうわ、はい、あとはあの涙袋をなめくじみたいにする。取れへんやろこれ。え、でも撮影でやったとか言えばそれで話題になる。そんな話題困ってへん。あ、そっか、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、こわっ。いや、VK バンド、え、かっこよ。VK バンドよ。いつもの方がええよ。え、そっちがいいっすよ。そっちの方がいいわけない。俺の売り上げ落とそうとしてるやん、お前。あるこれ。どこに需要があるんだ、俺の地雷系。でもカフェで売ってるんだったら関係ないんじゃない。あ、確かに。お前が一番時間かかる。あ、もう男。いつもメイクそんな濃くない。いやいや、僕濃いっすよ。意外といろいろやってる。そうっす。薄めに見せるけど、めっちゃ工程多いみたいな。意外すぎ。自分のイメとかに一番おもろいキャスト誰なのって言われたので、まあ、おもろいの種類が違うけど、うん、圧倒的なアッシュって言ってた。アッシュおもろい。なんか笑われるタイプのお笑いだから。笑わせてるの。笑われる男が
が一番おもろいやん。カノエイコとかさ、確かにもううまくない。いやいやいや、もっとやばいからということで、顔は揃ったということで、はい、顔は揃った。はい、はい、いってらっしゃい。行きたくないね、マジで。はい、じゃあそういうことで皆さん、お化粧が終わってヘアメも終わったっていうことで一人ずつ見ていきますか。はい。じゃあさっ、そっちからかな。どうでしょう。え、顔出しからよくここまで。最初のあれとはね、あれからこうなるんじゃんみたいな。こう最初塗りすぎたら、まあ、あれ、シッコまで伸ばしちゃった。え、なんかナチュラルメイクなのに、なんか結構パッて華やかな感じが。ナチュラルですよね。ナチュラルけど、いつも結構工程多いし、時間はあんぐらいかかってるんですよ。なんかもったいない感じですよね。え、時間も無駄じゃない。いやいやいや。ナチュラルに見せるのがうまい。女の子だったら清楚系って言われるタイプです。確かに。会話下手だよ。彼は会話あんまうまくない。現れるタイプ。彼一番会話苦手。僕もナチなんです。どうでしょう。 いつものひじりさんでしょ。そうやね。眉毛の色今日はいつもより明るい。そう、昨日ブリーチしたからもうほぼ眉なしみたいな状態で来た。ファンデーション塗ってるんですか。そう、塗ってる。へえ。汚い。いや、汚い。そういうことじゃない。あ、びっくりした。あんま白ないなと思って。こことやっぱホストって酒飲むから色の差がめっちゃ出るじゃん。あんま白くしないようにしてます。ってことで、これは以上。ひなたさん、タイ人のオカマをイメージしてメイクしてみたのか。でも日本人のタイ人の、タイ人のオカマをイメージして。でもその辺の女子よりはメイク上手いよね。うんうんうん、間違いない。本当に嬉しいね。そういう嬉しい話です。だってとんでもない量のさ、メイク用品使ってない。すごい使いこなしてますよね。そう。え、じゃあ逆に今度からあれじゃないですか、使ってみて、なんかその広告と違った化粧品とか、逆に広告に近かった化粧品とか紹介してたの。何を言うてまんの。何を言うてまんの。何を言うてまんの。僕の新しい道を切り開いてくれようとしてんの。美容系いきません。何。だってできるわけねえだろ。化粧品そんなめっちゃある。じゃあ問題のワタルさん。問題の問題の落ちに使うなよ俺。いやでもそうなるでしょ。そうなるか。え、視聴者の皆さん的にはどうなんだろう。いや変やろ。俺がするから変ってことね。地雷メイクが変ってことじゃなくて、どうなんだろう。分かんない。僕らはさ、見慣れてるから違和感あるだけで。え、でも本当にまつげ長くてびっくりした。いやいや、もともとやばいもん。まつげはめっちゃ長い。また長いもん。逆に平瀬さんみたいにこう中性胎児、中性胎児は地雷系胎児の出来上がりでしょ。ちょっとお化粧の仕方的に地雷系ちょっと通ずるとこありますよね。だいぶ通じてる。やばい。平瀬さんって地雷系だったの。いや違う。ありがとうございました。ありがとうございました。ひなたさんの個人チャンネル、あの彼とアシカルと3人でね。あ、お腹壊すね俺。気持ちいい。じゃあ皆さん見てください。ナンバーナインもぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。